するがよい。これがこれからのお前の世界、宇津与と隔離与の境界、狭間の世界だ。それはこの地をさまよう死霊どもだ。死して名を生命に執着する亡者たち、お前の熱き血肉を欲して群れ集ってきた。こやつらにとってお前は暗闇の松明、さぞや愛おしく眩しげに映るだろう。これがこれからお前が歩まねばならぬ現実だ。肉の体には目にすら互いに重なりながら触れ合うことのない二つの世界の狭間にお前は立たねばならぬ。それが生贄の烙印を受けた者の定め。定め。うるせえってんだよ。下りが売れ子たくなべの俺が取り殺されてからにしてもらおうか。生贄だ、供物だ、定めだ、小難しい理屈並べてんじゃねえぞ。要するにこいつは戦だ。いつもと何も変わっちゃいねえ。戦ってのは最後に立ってたもん勝ちなんだよ。いいか、てめえら今地獄に叩き返してやるから、あの顔色の悪い連中に言っとけ。俺は殴られたら必ず殴り返す。俺を食い残したのが貴様らの運の尽きだってな。貴様らもあの腐れバギーどもも一匹残らず俺が狩り殺す。これが海鮮の呪しだ。あんた一体何者なんだ。奴ら人外の者どもにあだなすもの、そうとだけ言っておこう。俺たちをあの裏山に運んだのはあんたか。あの場所のことは誰にも話したことないぞ。さてな、私はただ安全な地にお前を運んだだけだ。あの山はかつて妖精どもの住みし地、闇の者どもから身を隠すにはうってつけだ。悪霊どもを近づけたくなくばあの場所を離れてはならぬ。日没以降あるいは深き森に足を踏み入れたならば、亡者どもが群れ集まってこよう。おい、ちょっと待て。ってことはこの先ずっとあの穴蔵の中にいろってことか。つけたのだ、もう一つの松明を。松明、キャスカ。
さにもがく者よ。あの職を生き延びたるは紛れもなくこの力ゆえ。ヤスカ、大丈夫か。その娘の子だ。その娘、子を宿していたのだ。その宿したばかりの形にもならぬ胎児に魔が取り付いた。おそらくあの新しきゴッドハンドによって、それは生まれながらに魔の差がを受けた呪われし子だ。それじゃこいつは。待てよ。殺しておいた方がいい。それは人の子にあらず、いずれお前たちに災いをもたらすぞ。うるせえ、ちょっと待てよ。違う、こいつは魔物だ。仲間を食い殺し、キャスカをこんなにしまった魔物の一匹。そうか、お前の子か。塵になったわけではない。他の悪霊どもと同じ、光に追われより隔離用に近き場にずれたのだ。いずれまたお前たちの前に姿を現す。子は親を慕うものだ。魔は魔のやり方でな。さらばだ。我らもまた相まみえることもあるだろう。えにしがあらば、人外どもを追うならば、その烙印の導きに従うことだ。それは強き魔に感応する。だが心するがいい。お前の行くは夜の道。闇に潜る者どもと対峙するとき、お前自身もまた闇に身を沈めていることを。良き旅を、もがく者よ。生贄の烙印、それは闇の者に捧げられた生贄の証。眠れぬ夜の始まりだった。ガッツ、本当に行っちゃうの？ああ。ガッツは何も話してくれない。でも本当は俺分かってる。信じたくないけど、鷹の段はもう。キャスカに何も言わなくていいの？ああ。
ガッツ、本当はね、本当は俺思うんだけど、ガッツはここに残るべきじゃないかって。信じたくないけど、認めたくないけど、高野団はもう、冷たい言い方だけど、元たちのための復讐よりも今はキャスカのそばに。終わってね、高野団はまだなくなっちゃいね。まだ俺たちがいる。この戦はまだ終わっちゃいね。キャスカを頼む。俺たちの対象だ。守ってくれよ。俺は切り込み隊長だからな。敵陣に切り込む。だろ。その日、死せる太陽があまねく国々の上にあった。黙示録に曰く、ごたび太陽が死せるとき、新しき古き名の都の西に赤き湖が現れる。それは、すなわち五番目の御使いが舞い降りし明かし、御使いは闇の鷹なり、罪深き黒き羊たちの主にして、盲目の白き羊たちの王、世界に暗黒の時代を呼ぶものなり。復讐、戦、理由は何でもよかったのかもしれない。ただ一つ確かなこと、今は俺の中の何かどす黒い凶暴なもの、ただそれだけがこの両足を支えている。前へ踏み出せとせき立てる。